中で心に残ってる試合はですね、やはり日本が初めてワールドカップに出場することになった岡野選手のゴールですね。あの時は日本の中の視聴率、テレビの視聴率もすごかったんですけど、僕も家の中で狂気乱舞の状態でしたね。 J リーグのチームですごく弱いチームなんですが、横浜 FC っていうのがあって、それをウィークエンドの、まあ、時間がある時は応援しに行っています。バッチョのその足の角度でそこから入れるかみたいなのも好きですし、実を言うとウィニングイレブンチームに最初来た時は、まあ、それほどサッカーは好きではありませんでした。当然ベッカムとかフリーキックも好きなんですけど、まあ、養子から入るっていうのもかなり多いと思うんですけど、やっぱりそのサッカーしてるところっていうのはかっこいいと思うんで、まあ、日本での、サッカー人気が、まあ、高まるにつれて、まあ、また自身も、まあ、サッカーが、まあ、どん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 好きになっていきまして、今はちょっとミランが気になるかなと。多分買って封開けてすぐもうボタン連打ですぐゲーム始めちゃうと思うんですけども、まあ目が疲れた、指が疲れたって時はちょっとメニュー画面をメニューを出したところでちょっと放置してもらえればムービー流れ始めますので、時々疲れたら1時間に1回は1時間に1回休憩する時にでもムービーを見てもらえる。ゲームプレイでいうと、まあ、ディフェンスの、まあ、システムがかなり変わりまして、選手の動きと AI はもっと拡大に進化してますし、データの容量に関しては 前回とほとんど変わっていないんですが、今回はそのお皿の上に乗ってるだけで一度も呼ばれないっていうデータがないように、すごく努力をしたんで前回よりは良くなっていると思います。マスターリーグですね。マスターリーグもチーム数を大きく増やしたりとか、選手の交渉のところとか、そうですね、8割は変えました、ね、モーションの8割は新しいものに変わってる。もっともっと、いろいろな、まあキックのモーション、まあ、シュートの、まあ、いろんなバリエーションは、まあ、今後も増やしていくつもりです。ライトの今度新しくプレートシリーズのファンになってもらえる方のためにトレーニングモードっていうのがあるんですけど、そちらの方もすごく強化してスタジアムの、ディテールなどを、まあ、ここではまあちょっと 言えないぐらい、まあ、ありとあらゆる部分が、まあ、パワーアップしてますんで、まあプレイして確かめていただくのが、まあ、一番だと思います。ウィニングイレブンチームでは、アートディレクターっていう世界で大人数でやってるもんで、バランスをこう取るみたいな感じの役職っていうのか、あの辺が見せたいから女の子が開発してるとこが見せたいからキャラクター作ってるのは唯一この2人が女性なんですけど、恥ずかしがらずに顔モデル、顔オンリー担当の諏訪さんです。写真とかいろいろな資料を探してきまして、真正面の写真とかも必要なんですけど、試合中の写真も結構印象が違うんで、ベースの顔がありまして、それは誰っていう顔じゃないんですけれども、そのベースの顔があって適当にこう UV が貼られてるんですよ。こちらはですね、まだ入ったばかりなんですけれども、今ユニフォームとかを担当してもらっている松本恵子さんです。セントに22台出すっていうことにちょっと無理があるんで、なるべくゲーム処理スピード
まあ、内部的な話なんですけども、処理スピードが遅くならないでゲームを一番楽しませようっていうのがポイントがあるんで、それを壊さないようにするためにはやっぱりローポリゴンのモデルとかも必要になってくる。最終的には実際のサッカー、テレビで見てるサッカーとそういないゲームのためにこう切り替ったとしてもパッと見に全く変わらないような状態にはしたいので、だ今回の限ってはやっぱり演出面とかで、まあ、カメラワークとか、あとは入場のシーンで通路が入ったりとか、ゲーム中に単価が入ったりとか。レボリューションサッカー3で言えば、そうですね、21スタジアムが一応入っています。で、いわゆる例えばこれが観客の元のベース、この部分がゲームの中になると、まあ、こういう感じで見えると。ちょっとこれ観客をチェックするために色分けした観客になってますけれど、プログラムで制御するときに、まあ、どれがどう動くっていうのを識別しやすいように色を変えてあると。冬 の観客を意識して、いわゆる冬黒っぽい服を長く着るの で少し離れてみると黒っぽくなったスタンドにまるでこう点を打ったように顔だけ白く見える。ちょっとこれ真っ黒じゃないですけど、これいいのかどうかわかんないですが、いわゆるこう、ヨーロッパの人たちの白い点がプツ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 ってなってるのを一応今回オリジナルの本物のスタジアムをイメージして作っているので、それのまあ雰囲気っていうものを再現するっていうのはやっぱかなり苦労する部分ではありますけれども、実際に一番難しいのは作り込むことではなくて、いわゆる最適な容量で最適なイメージを作り出すのが一番難しいと。で、巨大なだけにその常に、まあ、実際プレイヤーが操作している時はともかく、デモとかハイライトの時は常にカメラの中にどこかしらが入っているわけで、あまりにも作り込みすぎるとパフォーマンスに影響を与えるので、そのバランスを見ながら、いわゆるその見栄えといわゆる軽量化っていうか軽さっていうののバランスを取って作るのがやっぱり一番難しいかなと。高須賀さんは昼休みは何ですか、クエスですか、 FPS やってるそっちをやってる姿ばっかり見てるんで、あんまりサッカーウィンヘルムやってる印象が、多分やってると思うんだけど印象が残ってないです。すごいですね、統計一度取ってみましたけど、1万何千っていう差を、1万、トップで1万何千で、多分次のとこまで4000キル、4000フラグぐらいは差が出てるんですけど、ウィニングイレブン7と、まあ、プロエボ3は基本的には何も変えないで行こうって、まあそういう計画で進んでたんですけども、まあバグチェックしてて、まあどうにもなんかこう仕様に合わないちょっとモーションとかが多少出てきちゃったんで、まあそれを取り直してました。あっち山梨代表で、こっちで。はいはい、多分かなり増えました、ね、はい、したら一応保証で一体決まってるんですけど、使用上ちょっと問題があった部分のヘディングの再撮影をしてました、ね。もうすでに入ってはいるんですけど、高さ足りないとかそういうところでちょっとゴールに届かないとかいう具合が出るんで、そういうところを直していくと、レスポンスにうまくキーレスポンスがいいようになったりとか、こうボタンにちゃんと反応してヘディング出すようになったり、そういうところが変わるんで、そういう修正のためにアニメーション直すんじゃなくて撮り直してしまうってやってるんですね。あ、これ正面からどうなってるんですか。あれすんごい分かってる。もともと分かりづらい、比べ能力値比べるのに数字しかないと比べづらい、
これはまあ他社のゲームとかを参考にして、これはまあ選手の能力値を比較するには最適なんじゃないかというところから採用しました。作り直すところというか、指摘されて作り直すから4回ぐらい作り直しをして、 4,5 回作り直しをしています。通常作り直さないんですけど、まあ、一番重要な部分っていうのは、周りのプレイしている人たちの方からここダメって言われると、また作り直しとかレイアウト組み直しとかしています。あ、してない。家でなんかボンボン蹴ってるのは見てる。誰に聞いたんですか？ゲッツ。狭くてもできる、ね。僕だから家の中ではそのビーチボールでやってた。そうですね。まあディフェンスの最終ラインの厚みもありますし、あとは、連携ですか。まあまだまだ本物にはまあもうサッカー並みにはまだなってないと思うんですけど、そういうところをまあ重視してますから、まあディフェンス的にはまあかなり。もう進歩して、まあ、点を入れるのはかなり難しいんじゃないかな。ちょっとまあ嬉しいんですけど、ちょっと怖いですね。トレーボス3の前は、ショートパスとかの受け手はあくまでも一人っていう考えでしたけども、まあ、今回の作品から、まあ、パス出した後でも、別のプレイヤーの方が近かったらそっちに自動的に変わるっていうプログラムは新たにまあ組み入れましたので、そのようなまあイライラすることはかなりなくなったと思います。とか、まあ、その日の調子とか、まあ、いろんなチームの戦術とかありますから、まあ、これだっていうのは、まあ、言えないのが現状ですね。まあ、やっぱり本物のサッカーでもあやふやな部分なので、まあまあ、うちの企業秘密でもあります。それらは、例えばキックしたりする音ですとか、そういうのは実際に本物のボールを蹴ったりして撮っています。で取材費っていうのはなかなかこう認められないので、みんな思い思いの場所で、まあ、深夜の公園でこっそりマイクを立てて撮ったりですとか。基本的には本物です。でその撮り方なんですけれども、マイクっていうのはすごい振動を拾いますよね。おそらくご存知だと思うんですけれども、だからこう帽子のようなものをかぶって、そこにこうタオルを巻いたマイクをこうガムテープで貼って、そのまるで侍みたいな感じになって、スタジアムのすぐそばのお客さんの声が入っちゃいけないんで、お客さんのあまりいない比較的このスタンドの上の方にいて、こう動かず応援もしないでこういう感じ でここに膝にダットを置いてスイッチを入れて、こんな感じで撮ったりしています。日本でもまあそうやってこうプロエゴばっかやってて、まあもう他のゲームやらないとか、もうプロエゴばっかやっててこう仕事が手につかないっていう話をまあよく聞いてたんですけども、そちらのその欧州の人たちもそういうことになってるとはまあ非常にまあ驚きと、まあただやっぱり日本でもトルシエがやってる時に合宿でテレビゲーム禁止っていうのがいっぱい出てました。大変嬉しいですね。まあもっともっと、
ハマって、まあ、まあ、仕事が手につかないようだと困るんですけども、もっともっとこう皆さんの満足いけるものを、まあ、作っていきたいと思います。会社に来たらもうプログラマーさんが突然机の下から生まれてきたとか。忙しくて泊まったんですよ。でその日の夜食を買いにコンビニに行ってお財布を落としてきました。言っていいんですかね。朝来たら机の下からいびきが聞こえたとかっていうのありですか。一番ひどい時で2時ぐらいに始まって11時近くまでずっと拘束されちゃって、最初の予定と違うじゃないですかって言ったらみんなアハハハハで済まされるんですよ。でそれをその会社引っ越す前から高塚さんが使っててでそれをこっちに引っ越してきてから俺がもらったんですよ。でもらったらかわいいなって言ってこう風呂入ってみたら、2つの穴がポツポツと出てきて、1年間、ウィニングイレブンのゲームでサッカーしてるのやってまして、サッカーの仕事で開発に来たんですけど、ある日シーバス高塚さんにサッカーの仕事で質問しようと思ったら、シーバスさんがこう見てって言ったら、あのシーバスを抱えてる広告を見せてくれて、